皆さんこんにちは、コニーです。今日はですね、ちょっとネットを漁っていたら面白いダーツの記事を見つけたので皆さんに紹介したいと思います。こちら、 Don't try for the triple 20 Where to aim if you are bad at darts。 日本語訳するとトリプル20を狙うな、ダーツが下手くそな人が狙うべき場所っていうような記事になっています。で、この記事なんですけれども、イギリスのオックスフォード大学のライアン・ジェイ・ティブシラニさんという方が、2011年に発表した論文で A Statistician Plays Darts という、学術論文をもとに、作成された記事のようです。この記事についてちょっと読んでみたので、簡単に内容をシェアしたいなと思います。この論文によると、ダーツの点数は、このような式で表されるというふうに書いてあります。で、これパッと見てなんじゃこれやって思うと思うんですけど、この式を簡単に分解すると結構シンプルになっていて、前半部分がダブルブルの点数かけるダブルブルに入る確率、シングルブルの点数かけるシングルブルに入る確率で、後半の部分がシングルの点数、ダブルの点数、トリプルの点数にそれぞれ入る確率をかけたものを足したものになっています。これ、ごくごく当たり前のことというか、入る確率かける点数がダーツの点数になるよねと言っただけの式になっています。で、この詳しい確率の求め方なんかは論文自体を見ていただきたいと思うんですけれども、上下左右に、全く同じようにブレる、正規分布でブレると仮定して、この論文では議論を進めているようです。その正規分布の精度、シグマと呼ばれるものがあるんですけれども、簡単に言うとどれだけいい精度でボードを狙えるかっていうものに応じて、狙うべき場所が変わってきますと言っています。例えばこれが、非常に精度がいい人、PDC プレイヤーであったりトッププロの方々であった場合は、このようになりますと。で、この左の図形の中で色が明るければ明るいほど点数が高くて、暗ければ暗いほど点数が低くなりますということを示しています。で、右の表によると、この表の中で最も明るく光っているのは20のトリプルのど真ん中ということで、もちろん上手い人は20のトリプルを狙った方がいいよということが言われています。ただこの先ほど言った標準偏差のシグマがどんどん、大きくなっていく、つまりどんどん下手なプレイヤーになっていけばいくほど、このエリアがどん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 ぼやけてきて周りのエリアと重なってきます。そうすると20の隣にある1と5が、非常に低い点数なので、そこが作用し合って20のところがあんまり高い期待値が求められないというふうになってきて、逆に19の隣が7と3なので、20に比べると高いとなっていて、この20のトリプルと19のトリプルを比べると19のトリプルの方がより明るくなっているよね、つまりここを狙うと点数の期待値がより高くなるよねということを示しています。で、この論文の中ではさらに、下手なプレイヤーとかシグマが大きくなった場合のことも考慮していて、これはほとんど全ての数字が一体になってしまっているんですけれども、若干左下よりが明るくなっていますと。これは、この1から20のうちの数字を、全体的に平均してみると、この左下が平均的に若干高い点数になっているので、ブル若干左下を狙うと一番高い点数が求められるよということを言っています。で、論文の中では最終的に真ん中に落ち着くってあるんですけれども、それはもう完全にランダムに投げる人、ブルを狙っても20ダブルだったり3ダブルだったり、もしくはアウトボードしちゃったりっていうようなぐらいのレベルの人であれば、ブルの真ん中を狙うのが一番、期待値が高いよということを言っています。これはなんか感覚的にも分かると思うんですけど、全くダーツを初めてやった人がダーツを投げた時に、ダーツライブで言えば画面に当たってしまったりとか、チェンジボタンにガンって当たってしまったりとか、そういうレベルの人であれば、20トリプルを狙うよりかはブルを狙う方が一番アウトボードする確率が低くなるし、得点の期待値が一番高くなるということで、感覚的にも結構分かりやすいかなと思います。で、スティールダーツとなると PDC の方々がみんなトリプル20に向かって投げているので、無意識のうちにトリプル20が一番いいんだろうなっていうふうに僕は思ってたんですけれども、実際はそうでもなさそうだということがこの論文に書かれていて非常に面白いなと思いました。例えばソフトのファットブルーのプロの試合を見てみると、一番高いのはもちろんトリプル20にもかかわらず、ほとんどの人が、例外はありますけど、ブルを狙っていると思います。フィル・テイラー VS エイドリアン・グレイの試合にあったみたいに、確実にブルパされるなみたいな時に、高校から
トリプル20狙うみたいなケースはあるかもしれないですけど、基本的にはずっとブルを狙ってると思います。でこれはなぜかっていうと、無意識のうちに、まあ、トリプル20を狙って取れる得点の期待値より、ブルを狙って取れる得点の期待値の方が高いから、そういう風に選択してるんだと思います。ただスティールに関してはそういう風に考えてる人はあんまりいないかなと思っていて、まあ、トリプル20を狙う人が多いんじゃないかなという風に思います。まあ、中にはちゃんと考えられてトリプル19狙われてる方もいるかもしれないんですけど、ちょっと自分には新しい発見だったので、面白いなと思いました。ただそうは言っても本当にそうなのかということがすごい気になると思うので、実際に検証してみました。その様子をご覧いただけたらと思います。検証方法としては、何回の試行回数を取れば十分な正しい値が取れるのか、いまいち統計が専門ではないので分からなかったので、まあ、400ラウンド1200本ぐらい投げれば、まあ、ある程度の傾向は見えるかなと思ったので、それぞれトリプル20と19トリプルを狙って400ラウンドずつ投げてみました。でまた、条件を変えないために常に同じダーツのセットを使い、また日ごとの条件ももしかしたら今日は20が調子いい、19が調子いいっていう日があるかもしれないなと思ったので、4日間に分けてそれぞれ100ラウンドずつ4日間分けて行いました。まあ、ずっと投げ続けてると慣れだったりもちろん上達もあると思うので、まあ、そんなすぐに上達するか分かんないですけど、なので、まあ、20トリプルに1ラウンド投げたらその次のラウンドは19トリプルに投げる、でまた20トリプルに戻るっていうように交互に交互にどんどん投げていきました。はい、ということで無事4日間のデータを取り終えました。400ラウンド分のトリプル20とトリプル19のそれぞれのデータを取得できました。はい、でこの表の見方を説明すると、まず B 列がトリプル20に対してのデータになっていて、 C 列がトリプル19に対してのデータとなっています。早速初日のデータを見てみると、初日の平均が 49.22、トリプル20の時は 49.22 で、トリプル19の時が 53.64 という値になっています。続いて2日目の点数を見てみると、トリプル20を狙った時が 44.32、 トリプル19を狙った時が 53.84 という結果になっていて、こちらも初日と同様トリプル19を狙った時の方が高い平均点という結果になっています。で続いて3日目はトリプル20を狙った時が 58.14、トリプル19を狙った時が 51.51 となっています。この日は、トーン80も出てトリプル20が、比較的入っていったので、まあ、トリプル19に比べて高い平均点が出たのかなと思います。で、こちらが最終日 と、4日間の合計の平均点、4日間の平均点になります。4日目が、トリプル20を狙った時が 49.33、トリプル19を狙った時が 51.03 となっていて、こちらもトリプル19を狙った時の方が高い点数になっています。最終的な結果としては、トリプル20を狙った時が 50.25、 トリプル19を狙った時が 52.50 となっていて、2点ちょい、トリプル19を狙った時の方が高いという結果になりました。まあ、この結果をどう見るかちょっと難しいところではあるんですけれども、まあ、個人的にはトリプル19を狙った方が高い点数が取れるというのがちょっと意外だったので、まあ、対戦するときはトリプル19を狙うっていう選択肢もありなのかなと思いました。はい、ここまで見ていただいてありがとうございます。僕はトリプル20を狙うのが当たり前っていうふうに思っていたので、今回の検証はすごい、個人的にはためになりました。まあ、もちろんある程度のレベル以下の人はトリプル19を絶対狙わなきゃいけないっていうことではなくて、もちろんトリプル20を狙う練習も大事だと思うんですけど、初心者の人に説明するときに、スティールダーツは絶対トリプル20を狙うんだよっていうような説明ではなくて、意外と真ん中を狙ってもいいんだよっていうふうに説明してもいいのかなというふうに思いました。今回の検証が少しでも面白いなと思っていただいた方は、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ちなみにこれ先週買ったスティールボードなんですけど、めちゃめちゃこの色合い良くないですか？今回の検証に使ったダーツがエイドリアン・グレイ選手の
トリニダードのエイドリアン・グレイ選手のモデルで、フライトはコンドル・アックスのネオンだったかな、のイエローを使っています。個人的にこの色合いがすごく好きで、年末年始はずっとスティールを投げています。めっちゃいいですよね、これ。光り輝く感じが。